韓国大統領選挙の前哨戦となるプサンの市長選挙で地元メディアは最大野党のパク・ヒョンジュン候補の当選が確実になったと一斉に伝えましたソウル市長選挙でも野党候補が圧倒的優位で与党候補は先ほど敗北を宣言していますムン・ジェイン大統領は今後難しい政権運営を迫られそうです